曹操軍は東へ、孫権軍は中央に進行せよ。義勇軍は後押し、西の祭壇に向かえ。終わりかよ、くそ。敵将討ち取ったり。天を知らぬ愚か者には罰を。超万世力を授けよ。敵の力が我が手に。皇天の神秘ちょっと見よう。大気を震えよう。その怒りを愚かな獣にぶつけるのだ。巻き起これ烈風よ。応じるな。風を操っている奴を狙え。開くのだ。腕を上げたろう。兵士たちの様子が、まさか妖術か。我が武及ばすか。敵将討ち取ったり。恐れるな。この盾は術は消え去るぞ。この美人よ、対面に会いたいか。敵が違うわ。これが最後の戦になろうと。敵将討ち取ったり。さあ今こそ天罰を与えるとき。太陽奇跡よ、我らの戦に神秘の御業を。おののけ、ボンゴども。術の源を撃て。さすれば落石も止まる。敵将討ち取ったり。よし、補欠に入るとするか。拠点の奴らに人を吹かせてやれ。その力さらに輝かせてみよう。敵将討ち取ったり。この拠点は我らの命綱。落とさせんぞ。この美人よ。敵が違うわ。Yeah!
敵将を討ち取ったり。我らが蒼天の獣に屈してはならん。我が奇跡で皆を勝利へと導こうぞ。いでよ、愚者にふさわしい相手を授けよう。この美人よ。よくやってくれた。落ち着け。再起を保全し幻を封じよう。我ながらあっけない最後じゃ。敵将を討ち取ったり。神速を立っとも、わしに続け。邪術は打ち破ったぞ。聴覚を目指せ。コナミ人よ。敵将を討ち取ったり。
太平の好天はいずこに。邪教を広める賊軍は我らが打ち破った。仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際三国を覆い晩年傑物と称される人物のようじゃな。